東京スカイツリー。スカイツリーはやっぱり夜がいいよね。今日はそのスカイツリーから浅草浅草寺まで夜の散歩に出かけようと思います。あ、写真撮ってる。みんな撮るよね、ここからのスカイツリー。しばらく歩くと、あ、見えてきた。浅草といえばこの金色の、モチーフは何なんだろう。ここはアサヒビールの本社ビル。本当はオリンピックの聖火がモチーフだったんだけど、いろいろ法令の都合で横倒しの今の姿になったんだって。そうか、これは聖火だったのか。知らなかった。あ、ビール飲んでる。いいな。よし、この後はビール飲みに行こう。決めた。さてと、ここから吾妻橋で隅田川を渡ります。おっとっと、自転車気をつけてね。隅田川の川面に夜景が映えて綺麗だな。夜景でこれぐらい綺麗なんだから、隅田川の花火はさぞかし綺麗なんだろうね。川を覗き込んでる。何か見えるのかな。吾妻橋もこの辺りまで歩いてくると、もうすぐ定番の撮影スポット。この辺りで後ろを振り返ってみると、さっきの聖火のモニュメントとスカイツリーが一緒に。さあ、いよいよ浅草の街です。この招き猫は、浅草寺はこの通りの向こう。
ここは東武浅草駅。横断歩道を2段階で渡ると浅草寺なのですが、この先は赤信号なのでちょっと寄り道。知る人ぞ知る浅草地下街。地下だけにディープな空間です。いきなり怪しい。占い館、赤ちょうちんは居酒屋さん、そしてここはステーキ屋さん、いろいろありますね。そしてその向こうに見えるのは出た、忍者バー。さあここからは階段を上って地上へ出ます。ディープな世界を抜けて出てきたところは駅の反対側、こちら側が浅草寺側です。あ、マリオカート、あー手を振ってくれてる。一番の観光スポット、雷門。夜も綺麗ですね。雷門を抜けると、そこは仲見世通り。さすがに夜のこの時間は店全部閉まってますね。でもこのガラーンとした仲見世通りもなかなか昼間では味わえないですよね。すべてのシャッターに絵が描いてあって、閉まっててもちゃんと楽しめます。さすが浅草仲見世通り。さあ、浅草寺本堂が近づいてきました。ライトアップしてあって昼間とはまた違った佇まい。この時間でも観光客の人結構来てますね。
何やらシャカシャカ。ああ、おみくじ。外国人の方が結構多いけど、何語で書いてあるのかな。夜の浅草寺もライトアップが映えて、昼間と違ってまた綺麗でいいですね。あー、五重の塔も綺麗だ。さあ、夜の浅草寺を堪能したところで、そろそろビールを飲みに行きますかね。花屋敷、地味日本の最先端の遊園地です。ポストの上にパンダ。さすが台東区。先はホッピー通り。ホッピー通りも気になりますが、今夜の私の心は一つです。水口食堂の名物入り豚を堪能しながらビールを飲む。なかなかこれが空いてなくていけなかったんですよね。確か先の角を左に曲がると、あ、ありました、水口食堂。プシュー。ごちそうさまでした。それではまた次回。